はい、こんにちは、カジムービーのナビゲーター南藤です。お世話になります。こんにちは。今日は、千葉県の木更津マリーナにお邪魔してます。で今日、カスタムボート、珍しい、これは、オーナーがデザインしていろいろ作っていくっていうものなんですが、取材しに来ました。じゃあ、ヨットのボートをデザインした、薄木正弘さん、こんにちは。牛さんもいろいろ今までデザインされたボートを取材させてもらってますけど、今日、ジャック45ですね。ジャック50。わかりました。実力50。実力が50。はい。で、まあ、ここ今船の写真写ってますけど、これはどういったコンセプトで作られたボートなんですか。主な特徴。主な特徴はやっぱり、はい、オーナーさんが乗られてきた、はい、サロンクルーザー、はい、それをさらにこう自分の理想形に作り上げたいというお話をいただきたいので、はいはいはい、で、まあ、デザイナーの仕事って割とこう翻訳家みたいなところもある。翻訳家ですか。オーナーさんの思いを工場に翻訳して伝えて形にしていくみたいなところもあるので。確かにそうですね。オーナーとかユーザーの方っていうのはこうしたい、こうなっていうボートが欲しいっていうけど、別にボートを作るプロではないですよね。そこをどうやって翻訳していくか、はいはい、で今回のオーナーさんも本当お会いしてから3年ぐらい経って。あ、そうなんですね。でもその最初の時からこういうボート欲しかったっていうのを話していただいて、はいはいはい、まあ、ちょうどタイミングがあったので、はい、今回このボートが完成したので、はい、まあ、ただ途中でコロナとかの、まあ、そうですよね。検討している造船所の方、台湾なんですけど、はい、行けなかったので、はい、というところがちょっといろいろ大変だった。なるほどね。でこれ先にやっぱりスタート地点としてはオーナーからこういうボートが欲しい、こんなことはこう、そうこうスタイルのボート、そこからまずスタート地点が始まるんですね。で、まあ、大きさが決まってこんな遊びがしたい、こんな風にしたい。でそれを、まあ、先ほどおっしゃってた翻訳して、それをこう、まあ、3D のデータなりでこう絵にしてってね、絵にしてって。これちなみにそういったたどり着くまでに何回も何回もその絵というか船の描き直すというか、もう何回も何回も何回どこじゃないですよね。もうね、もう数十回。ああ、やっぱそうなんですね。木更津に来てるのだけで多分5、6回は来てるな。で、まあ、オーナーさんと話を言わせて、オーナーさんはだから他のボートショーでお会い、はいはいはい、船見ながら話したりして、ね、こんな感じのボートできないかとか。でこれそういった時間軸でいうとどれぐらいこう、なんだろう、着工するまでというか、まず設計するというのは船は大体そのミーティングから始まって1年あれば通常だとできます。あ、そうなんですか。今回はコロナでいろいろあって、あ、そういうことですね。時間かかっちゃってますけど、1年あればなんかできちゃうもんなんですね。ゼロ分で。いやー、でも本当面白いですね。はい、薄木さん、じゃあこれ船内お邪魔しましたけど、これはなんかすごい珍しいレイアウトだと思うんですが、まあ、今まで、ね、デザインしてきた中の、はい、まあ、ミックス、ミックス、いいとこ取り、いいとこ取り、うん、レイアウト的に使いやすくて、はい、でオーナーさんと会話してる中で、はい、島へのロングのクルージング行ったり、はい、そういう時にやっぱりみんなでワイワイ楽しめて、はい、要はお母さんが料理作ってる時に一人ぼっちにならないように。そうですね。こちらが、まあ、ギャレーで、これ IH ついてて、まあ、冷蔵庫あって、でここですぐ食事ができる、みんながね、みんなでくつろいでて、でそうです。確かに台所があそこだと、このね、船によってはここの一段下がったところにあると、ここでこうやってて孤独になっちゃう。孤独になりますよね。こっちで楽しそうなのに、はい、どうぞで。そう、それはちょっと寂しいですから。やっぱりこうボートって、はい、まあ、ヨットもそうだし、はい、マリンのこういうレジャーって非日常的を訴求しないとダメじゃん、はい、でそこでやってお母さんが入ってやるのは、まあ、家と一緒になっちゃいますよね。やっぱり楽にさせてあげたいと。なるほどね。だから変わってるのはそこのとこ、はい、どっちだっけな、お釜がスポッと入ってるんだよ。あ、そう、お釜ですか。お釜、おお、電子じゃ、そう、
このおしゃれな空間だけどお米も食べれると。そう、まあでもこの辺りもね、本当オーナーの好みでいろいろ入れられますよね。そんでほら、ちょうど今コロナ流行ってるから、はいはいはい、水洗も自動なのよ。あの手かざすだけで水出んのよ。あ、これですか。そう、それもね、オーナーの奥様のご要望でね。でここも、こうやって、まあ、手を出すと水が出てくるっていうね。ちょっと今スイッチ入ってないですけど、そういうタイプなの。へえ。でその中のシンクも本当はステンじゃなくて、はい、要は水垢というかこう、なんていうの、乾いたシミみたいなのがつきますよ ね、 こういうね。それが嫌だから、はい、って言われたんだけど、結局これで勘弁してもらいました。臼杵さん、これやっぱりこのカスタムってことで、この辺りはもう本当にやっぱオーナーさんのもう自由、もう何でも自由、何でも自由で、何でもあれだけ、まあ、できることに答えていくというね。ここなんかもう2回ぐらい違うやつもあったんだよ。これも珍しいですよね、この手すりとこの、まあ、ワイヤーというか。そう、ここもね、これはね、はい、60フィート52フィートのフィッシングボートで同じモチーフを使ってるんだけど、はい、それを見てそれがいいという話になってこれになったんだけど、最初はこう普通のこうバルクヘッドみたいなやつを使ってて、そこにこう透かしがいっぱい入ってるやつ。ああ、じゃあもう板なんですね、うん、板 でここも見えないし、うん、もうでも本当手すりにしてしまう。であとここなんですが、はい、こここう2段、3段、うん、このなんかもうまるでステージのような、これを僕はあまり見たことなかったんですけど、これはね、はい、下のオーナーズルームのヘッドクリアランスを確保する点もあって、まあそういう利点はありますよね。そう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 、この下の部屋の天井がその分ここよりこの分上がる、上がるんで、はい、それもあってね、はいはい。やっぱりあのお父さんの仕事場じゃないけど、はい、船長として、はい、やっぱりここでちょっとこの辺、あ、女性なり、まあ、家族でいいんだけど、ね、お父さんのいいところを見せるの、うん、そう、それやっぱりキーかなと、まあ、ファミリーでやっぱりその先ほどおっしゃっていたボート遊びの楽しさの一つである、ね、結構ロアステがない船って多いんだけど、はい、やっぱりちゃんとこう視界も確保した上で、はい、こう男の仕事場みたいな、なるほど、それも共存させておくと。ここのオーナーさんは割とそういう感じのサポーター、こういうこうモニターなんかも普通のテレビこんなとこあんまり入れないんだけど、あー、この横ね、うん、テレビ入れたい、これアクオスじゃないですか。そうで、あー、そう入れちゃうんですよ。僕なんかこれ GPS かそういうものかと思って、テレビなんだ。結構船が出来上がってきてからね、ここにテレビつけて、はい、これは僕初めて見ましたけど、確かにカスタムボートならありですね。で開港の時に一緒にオーナーさんと堺から木更津まで来たんだけど、はいはい、その時もねオーナーさんを結構ここ座ってね、こういうふうにやりながら、はい、でも実際上で運転してるんだけど、そうですね、オーナーはここで結構楽しんでた。ああ、よかったなと。このテーブルのこの面倒くさい正倉院のあの宝物殿みたいな宝物殿ね、デザインを、はい、半分シャレで、はい、デザインして、うん、まさかこの通り作るとは思わなかったんだけど、台湾の造船所優秀で、はい、綺麗に作ってくれた。なるほどね、めんどくさいじゃんこれ。これはめんどくさそうですね、絶対嫌がるだろうなと思ったら、まあ、だけどこういったところもね相当こだわってますね。このでもあと雰囲気、この黒と白のモノドーンというか、こういったのものもオーナーのご希望、もう何パターンもね作ったの、あ、そのいろいろ見せてね、うん、はい、木もあのオークから、はい、黒炭とかね、割とこういったの、うん、濃いめの色のね、これでもホワイト系でね、そうそう、これはね最終的には奥様のシム、それも大事ですね。じゃあ牛さん今度下降りてっていいですか。はい、はい、じゃあついていきます。よし、さっきのねおっしゃってたオーナーズルーム、ちょっとこだわりますこだわりの、お、これまたあんまり見たことないですね。あの僕もボートの取材とかいろいろしてますけど、なんていうんですか、この卵型というか、
そしてこのね、これもね、はい、形状はいろいろ作ったんですよ。当然その四角いタイプ、四角いタイプと、はい、四角い方がスペース取れるんで。ああ、そうですね、縦横がね、うん、でここも要はお化粧できるようにこういう風に。ああ、なるほどね。まあ奥さん、兄弟ね、うん、奥さんも大事にというドレッシングルーム、うん、そう、この辺も今はまあ切れてますけど、はいはいはい、あの開くとここ照明入ってる。なるほどね、明るくするという。へえ、じゃあやっぱりこのボートのカスタマイズに関しては、お、あのオーナーの奥様のご意向も結構入って、結構ありますよ。まあでもそうやってね、あのご家族でいろいろああでもないこうでもないって家をね作るのでもみたいでね、楽しいですよね。外回りは、はい、あのご主人がの主導権で、はいはいはい、で中は奥様がと。ああ、いや確かにこう雰囲気も女性的といえば女性的 だなという。外なんかも最初のプランと全然かなり結構変わりましたよ。 FB のレイアウトなんかも含めて。じゃあもうそういった何人かで、ね、ご家族とかで乗られてるという形ですね、うん、サロンクルーザーを2隻同じの乗られてきて、はい、それでこの船を作りたいというお話になったんで、あ、まあ、逆にあの船は分かってらっしゃるんで。あ、なるほどね。曽根さんいろいろ乗ってきた中で、うん、やっぱり行き着くところで自分の思いがね、本当かそのまま形になるっていうの。だから結構気に入ってくれてます今は。ああ、でもねいや乗り物で車とかでもないですもんね。そんなそ、ね、車をゼロから作るとかありえないですもんね。だから春のサイドの形なんかも、はい、あの、おー、もうこういう形ここまでやるって感じで思いながらも。まあ、でもそこにやっぱ臼杵さんのそういった実際の船走る、うん、もちろん安全だったりそういったものを計算していって今組み合わせて作り上げていく。春の窓なんてこんなにでかくしていいのかなとか。いや、あの先ほど見ましたけど、まあ、船に中にいると明るくていいんですけど、でかいなというか明るいですね。あそこは台湾の造船所とアーダコーダーやりながらなるほど。臼杵さん、これここはオーナーズルーム専用のトイレ。あ、じゃあトイレシャワールーム。あ、トイレシャワールーム、はい、ちょっとじゃあ、うわ、これすごいですね。広いし明るい。僕側もね、はい、ちゃんとシャワーのパーテーションを作って、はい、あの水がこっち、シャワーの水がこっち。あ、トイレ側に来ないようにね、いろいろちゃんと考えて作ってます。あとはあの、はい、シート形状にして、はい、あ、座ってシャワーがね浴びたりね。これがね、結構立ってシャワー浴びるの疲れんですよ。でこの船のトイレってどうしてもシャワーとか狭いけど、こんだけスペースがあるのでこ そうこれはいいですね。で先ほどおっしゃってたのがあれ、これどうだ、ちょっと硬い硬い、まあ、これが閉めれるわけですね。そう、はい、はい、内木さん、これフライブリッジ、はい、お邪魔しましたけど、ここもなんかほんと操船もしやすそうですし、くつろげる空間もあるし、すごいいい感じに仕上がってますね。デジタルでパネルでメーター類表示する手もあったんですけど、はい、まあアナログのこういうのつけたいっていうお話だったんで、はいはいはい、まあ、こういうレイアウトにあえてしてます。あ、そこ今だったらね、もう普通デジタルが多いですもんね。やっぱりこういう風にメーターある方がレイアウトしやすいし、はいはいはい、見た感じのゴージャスさも演出できるって、はい、なるほど、ね、でこのここに今ジョイスティックありますけど、これエンジンはボルボペンタの IPS。 そう、 IPS はいくつでしたっけ。800だったかな。800の2機。2機、はい。これ速度的にはまあ30ノットぐらいですかね。そうするとなると、まあね、最初の時は32まで出てる。あ、そうですか。ご家族でこうクルージング行ったりしてくつろげるっていうことで、まあ囲める空間、はい、囲める空間、極力多くの人間がここでワイワイできるようにということで、でこうセパレートしないでみんなが一体化できる。まあ、ここで言うなら、まあ、ちょうどねオーナー操船されてて、ここに家族だったらお仲間がいて、そうするとみんなでこう楽しい時間をね、それが演出できるような空間ということで、このギャレーボックスも、はい、まあ、これもオーナーさんの強い要望で、はい、ここにどうしてもこういうちゃんとしたのが欲しい、はいはい、これ中も深いですね。深い、深くこの辺もやっぱりこだわってる、
で深いし、こういうのって結構こういう何て言うんだろう、外側のこの辺りとかに結構出てくると思うんだけど、そうすると、ね、外のスタイリングに影響があるんで。あー、なるほどね。ここのスペースに持ってきた、この幅の中の真ん中に置くと、うん、極力見えづらいところ。そうですね、確かにこっち側に置いちゃうと外側からの外観にも影響するし、でかつここだとみんなが同じ距離で撮れるじゃない。あー、そうですね、真ん中に氷入れて飲み物入れといて、そういうところを考えてレイアウトしてます。まあ、レイアウト一つとっても相当細かなところまでこだわりまくって何回もやり直しして作ってたわけです。途中はここまで、ここもここも座れるようにして、テーブルはこっち向きっていうプランもあったので、まあ、そこら辺は、まあ、本当にみんなで話し合っていきながら、じゃあどうしようかという。これ でも結局オーナーさんは出来上がってこういった形でカスタムボートどうだったんですか。もうね、あの開港の時、はい、一緒に乗ってきて、はい、この船だったらどこまででも行けるなとかって言いながら、あー、もうでもそれね、満足されて、もうすごい満足ですよ。最高ですね。いや、まあこういってこういったあのカスタムボートの他にもジャックシリーズでいろいろとクリエーションさんにね、あの本当に相談していただければ、もう漏れなく私がついてきちゃいますけど、これでも船は小さいものから本当に大きいものまで何でも、もう何でもやります。わかりました。